リビングストン郡は、アメリカ合衆国のミズーリ州にある郡。2000年の人口は14,558人で、郡庁所在地はチリコシーである。1837年1月6日に、キャロル郡から分離して誕生し、エドワード・リビングストン国務長官にちなみ名付けられた。2000年の国勢調査によると、郡の総面積は1394.7平方キロで、 うち1384.4平方キロが、陸地、総面積の0.72%に当たる10.2平方キロが水移である。2000年の国勢調査時点で、この軍には14,558人、5,736世帯、3,797家族が暮らしている。人口密度は1平方キロあたり11人で、平方マイルに直すと27人となる。 住居数は6467件で、1平方キロあたりに5件が経っている計算になる。住民のうち白人が95.91%、アフリカ系が2.33%、ネイティブアメリカンが0.34%、アジア系が0.27%、太平洋諸島系が0.01%、その他が0.24%、根結が0.91%、 ヒスパニックが0.65%を占める。2000年国勢調査のデータをもとに作成した群の人口ピラミッド5736世帯のうち30.4%は18歳以下の未成年と暮らしており、54.5%は夫婦で生活している。8.24%は未婚の女性が接待種であり、33.8%は家族以外の住人と同居している。 30.5%が一人暮らしの世帯で15.6%を独居老人世帯が占める。1世帯あたりの平均構成人数は2.38人で、家庭のそれは2.96人である。住民のうち24.4%が18歳以下の未成年7.4%が18歳以上24歳以下、26.2%が25歳以上44歳。 以下、23.0%が45歳以上64歳以下、19.0%が65歳以上となっており、平均年齢は40歳である。女性100人に対し男性が84.8人いる。一方、18歳以上の女性100人ごとに対しては79.5人いる。一世帯あたりの平均収入は32,290ベ米ドルで、 家族あたりでは4万902ベイドルである。男性の平均収入は 29, 2万9782ベイドル、女性のそれは19249ベイドルで、労働者でない人々も含めた、住民一人あたりの収入は1万6685ベイドルとなる。総人口の12.4%、家族の8.6%、 18歳以下の未成年の17.3%及び65歳以上の老人の11.3%は貧困線以下の収入で生計を立てている。ありがとうございます。